ははい皆さんこんこにちは、えー、夏につなぐ「えー、タンドーン・口述学習法と」と論文の土台はパーツ学習で確立という形のちょっと長めですけれどもまあガイダンスというか、まあ、まあ言ってしまえば、まあ、夏のゼミですね、えー、ステップアップゼミというところのまあちょっと説明ということをさせていただこうかなと思っております。担当レクセニコシの弁理です皆さんこんこにちは はじめましての方もいらっしゃると思いますけれども、えー、例年ですね、まあ、夏のこの暑い時期ですね、まあ、ちょうどこう半袖にもなりまして夏の暑い時期にまあ大体6回ぐらいで、えー、ゼミを毎回やらさせていただいております、まあ、その中でまあ今年もですね、えー、ちょっと夏のゼミをですね担当させていただくとありがたいことにまあ担当させていただけるということですのでまた頑張ってねやっていこうというふうに思っていますで、まあ、パンフレットなりウェブページというところで、えーとーまあ、こちらですね はい、が、まあ、あるかなと思いますけれどもちょっと色があれですけどね、うんあの <laughs> はい、という形になりますがじゃあ、えー、とステップアップゼミっていうのは、まあ、一体何をやっていくのかというところですねとプラス、まあ、使う教材は、まあ、これもんっていうのを使っていくんですけど、まあ、そちらの方のちょっと説明を、まあ、このガイダンスではね、えーまあ、30分ぐらいかけて、えー、説明させていただきたいと思っておりますと。 でえー、とまずそもそもステップアップゼミの対象者というのはどういう人を想定しているのかというところでまず一つ文の基本的な力を身につけたいといいう人ですね、まあ、いわゆる入門生とかで、まあ、とりあえず4法はなんとなく終わったぞということで、まあ、もしくは自分で4法については、まあ、ちょっと入門とかでやってみた、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、まだまだちょっと基本的な力が身についてないよという人はですね、まあ、ちょっと、えー、講義で。 どんなななににをやっていけばいいのかっていいいいいけばののかととううがちょっと気になるなという方それから、まあ、今年論文試験受けてみたんだという方なんですけれども、まあ、論文試験のですね基礎力を維持したい人またはこれから基礎力をつけたい人とまあまあ論文を受けてみたんだけどやっぱりちょっと自分の基礎力が足りなかったかなというところが意識された方ですかね。はい、それからいやいや論文を受けたんだけど、ね、もう大丈夫だと。 で結構ね安心したんだねこの時期ねで安心してしまうのでまあ口述試験対策としてやっぱ発表までにタイムラグで、ね、ちょっとありますから、まあ、そこで知識を維持したいという方ですね、まあ、特に論文っていうのは、まあ、受けた後に結果わかんないんだよね発表まで,んで当然まああの受けた方は受かってるって全でやっていただいていいでしょやっていただいていいとていやっていただきたいんですけれどもただやっぱり、えー、その途中ですねやっぱ勉強のペース崩れますんで、まあ、そういうですね、まあ、知識を維持したい人とかですね はい、そ4歩、まあの学習、まあ、1番につ、まあ、ながるんですけども4歩の学習一終わってるんだと、まあ、これは例えば去年担当受けた人も含みますけれども去年今年かごめんなさい今年担当受けた人も含むんですけれども、まあ、ただあおおボケてしまいましたね <laughs> あの漠然とした理解しかしてないんだという人ですね漠然とした理解しかしてないという方が、まあ、ここに入ってくるかなとそれから5番目夏に学習ペースを作りたいという方ですね。 うん、やっぱりどうしても7月8月は特に休みとかが入ったりしてついだらけがちなんですよね暑いしねビールも美味しい季節になりますからどうしても学習ペースが崩れるという時にこう気合を入れてねやっぱりこう毎週勉強することで学習ペースを作りたいんだという方です。はいいんですけど。ゼミをまあ秋以降です、ね。なんか噂でゼミというのがあるぞと 聞いたことがあるとおおいいですよ。エルゼミというのがあるんだとで、なんかゼミというのがあるって言った場合です。そう、エルゼミを知りたい人、もしくはまあそのエルゼミの受講を考えてますよ。という方ですね。で、このエルゼミに関しては秋なんですけれども。一応そのまあ、夏ゼミはお申し込みいただければ皆さんね。あの一応受けていただくという、ま定、あ、員内であれば受けていただけるんですけど、エルゼミに関してはちょっと。まあ、そのあの選考の問題を書いていただければいけないいけないんですよ。1個うんで。まあそういうのがあってまあ、エントリーシートとあの。 マインドシート、マ、ま、イ、あ、ンドシートとかすごい大事なんですけど、LGM の説明会があります。で、まあ今年だと9月か10月かまあその辺毎年その辺でやるんですけれども、で、まあ半年間あるんだね。 やっていくのがエルゼミっていうのが秋ののエルゼミっていうのがまあ半年間ありますけれどもまたそれエルゼミエルゼミでちょっとねあの話をさせていただきたいと思ってはいるんですけどどっかでね。でその時に、まあ、そのエントリーシートを書いていただいて、まあ、あの論文を1問書いていただくんですよ。でそこで、まあ、エルゼミに参加できるかできないかというところがあるんですけどやっぱりさ何ですかね その選考会ってできるできないではなくってあの何が大事かっていうと、まあ、半年間ねこれは同じ先生に習うってことになると、まあ、エルゼミ何人か担当してますのでやっぱ一番の先生とねぴったりと行った方がいいんだよね。うん、やっぱ二人三脚でさ一緒に行った方がいいですから、まあ、そうするとやっぱりそのエルゼミに参加しようという時にまずどんな先生かっていうのね やっぱ知らないと取ってはみたけど「あやっぱなんだね」「ババってのはこんなこと言うやつかと」と、ね「俺は合わなかったぞ」って,ってやっり時間もったいないですからそういった意味ではあの知らない方は夏ゼミでしていただきたいというのもありますしまあゼミというのがどういうペースで進んでるかというのもあの知っていただけるといいかなとあとはやっぱりその選考会の中ですとやっぱ時間がないんですよで。エントリーシートとか私すごく重視するんですけどやっぱりさこう伸び率を期待してるからね今論文が書けるかどうかじゃないわけよ。うん、やっぱりあの伸び率っていうところでやっぱり見ていくんですけどその時に、まあ、たまたまね たまたまエルゼミの説明から出た問題は書けなくても俺夏ゼミでねずっと私がもう見てきていれば分かるから実力がね今回はちょっと失敗しちゃったねっていうところであのそこはさやっぱりなんていうんですかねああの今回失敗してるけどこの人はこういう感じの、ね、もうできる人なんだっていうのが分かってればねあの一緒に頑張っていきましょうって言えるんですけどやっぱり全く知らないとねそこが本当にエントリーシートと答案しか判断できなくてエルゼミに関してはあまり大ありがたいことでいつも定員上のご希望頂い,いてまして秋の方はねで。本当に多い年ですと あの半分ぐらいの方をちょっとお断りしてるような状況になる時もあって本当に非常に申し訳なくてねせっかく渡してやりたいと言っていただいたのにただまあ,あのなかなかやっぱ人数が多いとね 6時にも7時にもあの撮ってしまうと私も見れなくなってしまいますのでやっぱそこはちょっと申し訳ないなというところは思うんですけれどもまあその時にやっぱねあのおって夏ゼミとかでああ頑張ってきたなっていう人であればわかるじゃないですかたまたまそエントリーシート時間なくて書けなくても、うん、じゃないとやっぱり私もエントリーシートもあんまり書いてなくて答案もあんまり書けてないとなんかそう選べる基準がないんだよね、うん、だそういった意味ではやっぱりエルゼミをまあ撮りたい、まあ、かつねあの私の講座撮ったことないよっう方はぜひちょっと夏ゼミの方を撮っていただけると、まあ、感覚がつかめるんではないかなと思いますし 私も知れるしね、うん、やっぱお互いがいい関係になるんじゃないかなと思いますね。はい、ただ、別にエルゼミと夏ゼミはまあ別のものなので、別に夏ゼミを取ったからエルゼミを取らなきゃいけないというわけじゃないですし、夏ゼミを取ったからエルゼミってね、じゃあ、あのあのなんあのなんですかねあの、必ず続くものかさ、そういうものではないので、ねまあそれは別にあの気にしなくていいかな、夏ゼミや夏のね、ステップアップゼミはステ,ップアップゼミステップアップゼミで考えていただければよろしいかと思います。あとは7問目、これもが欲しい人って、これ書いてありますけど、まあ、もう単純にもう教材が欲しいと。 いう場合もありまでこれもんの論文編っていうのをお配りしているのが、まあ、自分の普段の講座ですね例えば、えー、入門講座であったり、まあ、スマートであったりとかあとは、えー、L ゼミになりますので,で夏ゼミでもお配りはしているので,でバージョンがちょっと違います今年は19っていうところで、えー、一応まだ試験ね、えー、これ収録今取ってる時はまだ今年の試験終わってないんですけれども一応今年の試験も踏まえた上での教材にはしようと思ってますので、まあ、そういった意味ではこれもんが欲しいよと特に保管制もありますので まあちょっとね、どこまで対応できるかあのバージョン19ではちょっと分かりませんけれども、まあ、一応ブラッシュアップはしていきますんでなのでそういった意味では、まあ、そういうこれもです、ね、あの使,い使,い使いたいからということで取っていただく方もいますねで、まあ,あと,ちょっとその辺は説明をしたいと思います。で論文のそもそもスタンスというか勉強の仕方というところなんですけど私自身は論文というのは難しいものだと思ってませんで試験的には一番難しいのは担当試験で、ね。 うんまあ、だからあのまあすごく実力があれば受かる試験です担当試験は、うん。要するに50点取る実力があれば万が一運がちょっと悪くてねうっかりミスし,たし,してね5問ぐらい間違えちゃっても45点取れるんで、うん、あのきっちり <laughs> すごい実力つけば受かる試験なんですよ。ところが論文ってそうじゃなくてどんなに実力がある人でも、まあ、たまたま問題も読み間違えちゃったとか。 たたまたま知らない論点ね書きにくい論点が出ちゃったってなるとあの急に点数がガクンと下がる可能性があるんですね。だそういった意味での運の運はかなり強いあの試験ですね、うん、でかつあの問題的にはあの難しくないです。うん、あの聞いてくることはそんな細かいことは聞いてこないのでそういった意味では、まあ、論文試験のの勉強とといいうはは私は難しくないと思ってますじゃあどうやって論文試験の勉強をするのかということになるんですけれどもはい論文の答案の作り方とでこれが重要でまず問題文があります。 で必要なのは当然問題文ですよね本番で問題文と条文ですまあ、これは法文集対応されますでこの問題文と条文を実は混ぜて調味料を加えてあげるとでこれがまあ趣旨とか一言趣旨とかっていうことになるんですけれどもそれを加えてしまえば答案完成すると単純にもうこういう考え方ですね問題文と条文とちょっとの調味料だから皆さんとして勉強したいのはここなんですちょっとの調味料を勉強すればじゃあ答案というのはできてくるんだということになりますはい で、論文にあのなんですか、ね、受かるためのレジュメあの答案といいますか、ね、レジュメとか答案を作るのであればそんなには難しくないというふうに思っています。で論文試験に合格な力と合格に必要な力というのはじゃあどういうことなのかということになるんですけれども、えっとね、まず大きく分けて論文試験の問題がそもそも3タイプありますね。趣旨問問問題、題、題事例制度問題というのがあったりします。でそれぞれ必要な力というのが変わってくるんですけれどもまずね制度問題は最近出題がないですこれ、まあ。本当に授業問題、単純な 例えば「東京問題1」「選手権件について説明せよ」「終わり」「それしか書いてない」「問題1」「選手権件について説明せよで」で丸々書かなきゃいけない、まあ、いわゆる受験期間でいう基本レジュメってやつです。で基本レジュメに相当する問題はあの今は出てないですねあの。それだけというの。衣装とかで「あの説問1」の「問い1」がそうだとかと出ますけど本当に1行しかないっていう。衣装法ねっ衣の問題あげたら、ね「衣装法、ね」問い「ね問」「意装法における最新について説明せよ」「終わり」 ないでしょうん。なんでもう今後も手段はないと思います。この形式はだから出るのは趣旨問題か制度問題ということになります。で、趣旨問題に関しては定義趣旨の準備をしていく必要はあるんですけれども、あのこれはね。全部を結局やるのは無理なんですよ。制度主義いっぱいあるから、あの定義書だから、目的などから制度を考えられる力を身につけるということが大事です。プラスキーワードを押さえていく。キーワードを押さえていく。 うんまあ、仮に例えば実用審判なんか趣旨っていうのはやっぱりなかなか難しいわけだよね普段勉強してないから。実用審判においていきなり制度がボーンと出ました、ね、制度趣旨を聞かれましたといった時に例えば、えー、早期権利化早期権利化っていうのは実用審は一番大きなキーワードなんですけれども、まあ、そういったところがしっかり入れられるかどうかということになってきます。 なので趣旨問題に関してはある程度の準備をするというのは同じ問題を出るための準備というよりかはそういう目的などから制度が考えられるかどうかというところをしっかり意識していただきたいと思います。はい、で今最近の主流ブームメインはこれです事例問題です。事例問題が一番難しそうで実は簡単です。で必要な力は2つになります。二つになります。はい、で1つは「事例分析力」って書いてありますけれどもこれはまあいわゆる答案構成です。 答案構成問題文を読み解いた上で問題文を読み解いた上でどの項目を記載するべきかっていう項目を上げていく力これが一つになります。でもう一個がパーそのパーツを組み立てることといいますか答案の記載力実際にこういう項目を使うぞこういうパーツを使うぞこういう部,分あの部品を使うぞと思ってもそれぞれぞがが書けななきゃ意味がないですね例えば問題文読んであこれって遺書法の3乗の2だなと思った時にじゃあ3乗の2ってどう書くの あ、これ商去法で不死を取り消し審判を使うんだじゃあ不死を取り消し審判のレジメってどう書くのというのが分からなければ書けないんですね。うん。逆に不死を取り消し審判はこう書くぞって分かっていてもその問題で不死を取り消し審判を使うんだというのが分からなければ書けないんです40個8号を知ってたとしても40個8号が問題文から読み解けないと書けませんということでこれが料理になってきます事例問題に関して だから趣旨問題としてはキーワーワドを抑える当然パーツについてもキーワードということになりますからこの定義書旨の書旨問題と事例問題のパーツは実は同じ土俵ということになりますでこの今キーワードついている定義書旨の準備とパーツの組み立て力というのをえまずは夏のゼミですねについてはしっかりやっていただきたいで これをじゃあどうやって鍛えていくのかというのでそれを使うのがこれもんというあの私が使っているツールになります。でこれもの論文編っていうのですねあの担当編というのもあるんですけど論文編というものでじゃあそのこれもんって一体何なんだとねうん、へんてこな問題なんですけれどもこれもんっていうのはね単純でダーッとこれ,これ何がっつったらこれ過去問のレジュメです。過去問のね。過去問のレジュメってまた長いじゃないですか。 ねまあ、だいたい見開きで B4 の見開き1枚ですと B5 の見開きで1枚ですと2ページ分あって答案にしたら4ページ分あるわけだでそれを勉強すれば基本的にいいんですで私はこの後の「秋のエルゼミ」なんかでも皆さんにあの指導する内容というのはたった一つで過去問をしっかりやってくださいと私は過去問以外はあのや,るやる重要性というのはかなり低いと思ってます過去問が一番重要性が高いと思ってますので過去問をとにかくフルに使いこなしてほしいという話をしています で過去もをきっちりやっていくということなんですけどただ過去問っていうのはドワーッて書いてあるから勉強しにくいこれをじゃあこれをやったからといってこの問題ができましたとで結局何でみんな過去問勉強ねあまりしないですよ論文の過去問って担当と違ってなぜかといったら使いこなせない、うん、その問題についてのレジュメは分かったけどじゃあそれを次にどう生かすかというのが分かりにくいんだよね過去問からだけだとでも過去問ってさっき言ったように本題問題文ね 東案ってどうなってるかというと、細かい部品の組み合わせなんですよ。だから一個,一個こうこうやって見ていくと、実は四つぐらいの部品になっているレジュメだったりするわけ。これは無効審判の検討、百四十の三の検討、先週の検討、二十六条の検討みたいな感じでさ、こうだいたいこう部品に分かれてるんですよ。で分かれてるので、この要するにじゃあこれを一気に覚えるんじゃなくて、一気に覚えるんじゃなくて、この一つの部品だけを取り出してきましょうというのがこれもんの考え方です。 私のね、だからまあその4つのレジュメを平成28年で商標法をボンと覚えるんじゃなくてその中で1個の項目だけを抜いてくるとでそこだけ覚えましょうとただこれ項目だけ抜いたって何だよか分からないですよね。<laughs> あのこれだけ見ても分からないんでじゃあこれを勉強するために問題をつけてるんです。こういう組み合わせになります。 だからあのこれもとはちょっと使い方難しいんですけどこの問題でこの答えってわけじゃないんですよ、うん、実際この問題でこの答えってしてしまうと足んないんでね十分例えば侵害の定義とかで全然入ってないわけよ、うん、それはこ,のここら辺に書いてるかもしれないからでそういう目的ではなくってこの記載を覚えてほしいっていうでそのための,あの問題ですかねこのレジュメが出るための問題を作ってるというそういう感覚になります。 なので「あの過去問ベースのまあユニットというか部品というかパースというかモジュールというか何でもいいんですけど、まあ、そういうバラバラになってるユニットですねこれをまあ持ってきているというのがこれ紋ということになります。だからこれ紋をしっかりやるということは実は過去問のレジュメを勉強していいるととうことになります、はい、なのでこれ紋というのは何かつったら一番「過去問ベースのユニット部品ですよとそれぞれが過去問をバラバラにしたものいいですか ま元々ある過去問でレジュメをバラバラにしたもの。これがまあこれもなんだということになりますので、2番基本的には過去問の範囲の学習です。うんだから、あの論点集ともまた違うわけよ。レジュメ集ではない。単純な要するに単純なレジュメ集というのはいろんなことが入っているわけですね。そうじゃなくってあくまで過去問で出ている範囲がベースになっています。 で3番自由度順に学習を進めるというところで一応まあ自由度が書いてありますからまあ自由度で、A、ランク A のレジュメをしっかりやることによって効率よく論文の力が身につきますよと4番でまず一番の目標なんですけど各ユニットを一言で説明できるようになっていただくっていうのが大きな目標になりますうんいいですかね、うん、で先ちょっと全部言っちゃうかで、えー、それから5番目ですね、えー、最後は書けるようになれば論文の勉強は終わりますと だから最初に一言最初から全部書けるようになる必要ないです確認と一言で説明できるようになった後に次に最後は書けるようになってくださいということになりますということは初学者は土台作りのためにこれも有効に活用してほしいですし経験者の方は早く論文を書けるようにするためにこれもしっかり活用してほしいと結局よく論文を書くのが遅いですって方がいるんですけどでこれはなぜかと言ったらあの何を書くかを悩んでるんですよ で今言っったたようにあもうにこここれれれれを書書くとしたらかかなきゃっていいでですすねね組み合わせが分かればこれは早いんです、ねうん、例えばねよくあの料理なんかもそうだと思うんですけどなんかで、ね、下ゆでをしましょうとかさな、ね、なんかこうなんとか3倍ずつ作りましょうじなきゃ言うじゃないですか、ね、私料理やらないからあそれ言われたらまずそれから考えるわけよどうやって作るのとか、ね、あのこれ下処理をしましょうってどうすんだってゅう下処理ググるかみたいなさ何これどうやってやるのみたいになるんだけど料理に慣れてる人はもう下処理で言われればパッとこれをやろうとかはいこれねって思いつくわけじゃない。 何でもそうですねだからそれが分からなければそこを考えなきゃいけないでもそれができれば何ですかねいちいちですねそのことを考えなくてもパッパッパッとできますから、うん、あのそこをまあ作るということで、まあ、経験者の方は早く論文を書けるようにするために論文のこれもんを使っていただきたいですしまあ学者の方は土台作りを有効にしていただけるといいかなと思います。で実際具体的ななといいうのががちょっとあの書き込みがあるやつでで申し訳ないんですけど あのちょっと他の講座で使ってたやつでこれもバージョンの18.3ですけどまあ今実際えと夏ゼミの方ではえと19をお配りするようで,です。でまず趣旨問題に関してはこういう例えば292の規定の趣旨というところでまあ過去問で25年で聞かれてますよとあの出てるところがありますよというところでまあこういうこかは典型的な趣旨問題ですね。で趣旨問題についての,あの何の内容ですかね趣旨問題これを書くためにはまあこういう問題にしてるとであとはえとこんな感じですかね。 うん、でこれってまあ特許法で、まあ、いわゆるまあ分割ですね分割したあと292の対応がどうなってるかっていうあのそういうレジュメになります。だから過去問のレジュメを見るとこれ平成30年に出てる問題ですけどこういうレジュメがそもそもあるわけですよ。だこういうレジュメがあるので,でこれを過去問からポコッと抜き出してきたとでもこれだけ見ても分かんないんでじゃあこれに対応する問題をこうつけてるということになります。 うん、でそうするとまあ、こういう問題であればこういうレジュメなのねっていう当然ですねだから本来の問題もしね仮に本質でこの問題が出たらもうちょっと書かなきゃダメよでそれが目的じゃないってことあのこのレジュメを覚えてもらうためにだこれだけだと覚えられないからうん結局あのこういう問題を書いてほしいということになってますうんなの同じです、ね、ま新、あ、ソ連の趣旨であったりとか新ソ連例外の適用についてはどうするかっていうことですねそいうことは書いてるまあ、事例タイプになりますけどこういうふうにですねあのこれもについては いろいろとですねあの一個一個の問題でやっていただきたいとで、まあ、実際まあかなりあの問題的にはあの、まあ、100以上あるんですけど全部3項目っていうかあの特実因条約からで200はないんですけど確かあのかなり数はありますだから例えばあの選手予見なんかについても これ選手生なんですけれども、まあ、結局問題があったら、まあ、こういうですね、まあ、規範当てはめなんですね、うんまあ、規範当てはめっていうのをまあまあ書くとこなんですけれども、まあ、こういう形で選手生権については書けばいいんじゃないのと、まあ、実際過去問でもしょっちゅう出てるわけですよ、うん、選手生権の論点っていうのは。だからそれをもうパーツにして覚えてしまってで、まあ、当然それに対応する問題がまあちょっと上にあるんですけれどもだからそのまあ問題に対応するパーツを覚えていくと。だえば先生家に関してはこういうパターンなんだなというのが分かるわけですよね。 ああこれあれあか衣装の選手法ですね。うんはい、今商品のつもりで私の時言ってたんですけど、まあ、衣装か。ん、はい、あったりまあ肉のりの種子とかですね肉のりの種子もまあレジュメで書くならまあどう書きますかというので、まあ、こういう形で一個一個のパーツですねパーツをしっかり覚えていくということになります。 いうのがまあこれがこれもんというやつになりますからこれあのしっかり回していただければいいかなと特、まあ、に本当に秋のエルゼミの自分の受講生産ですとあのもうこのなんですかねこれもんのパーツとあの過去問だけをしっかりやってくださいというふうに言ったりしていますで、まあ、皆さんが、まあ、だから実際じゃあ、えー、とこのステップアップゼミを取っていただいたときに、まあ、どういう感じで勉強していただくかというところでお止めくださいこちら書いてますゼミ まあ、あの家庭学習とゼミの学習というところで。まあ、あの丸一、丸二、丸三と書いてありますけれど、まあ、主なのは今回やりたいのは、まあ、丸一、丸二ですね。うん、まあ、丸一かな、丸二とかっていうのは、投げ込ま、これ、これもんなんですよで。時間があれば、本改正本を見ていただきたいと、いうことになります。で、実際ゼミに来ていただいた時には、これも問題の確認、解説、説明、過去問の扱い方ってあるんですけど、まあ、主に丸一、丸二です。今年やるのは。で、えっと、まあ。 パンフレットのところにこのね「抜き打ち添削」って書いてあるんですけどまあこれのは抜き打ちとでもないんですけど、まあ、何をやりたいかといったらあの毎回全員ではないです毎回全員ではないんですけど何名かをピッックアまあねそう添削のし方いろいろあるんですけど公開添削ってねみんなの前でする時もあれば預かってする場合もあるんですけども、まあ、そういった意味では、まあ、ちょっとですね、えー、と皆さんの答案が、まあ、極力、えー、と1人1回はどんな答案を書いてるかを見たいなの 思ってますで出す問題は一応考えているのはあの、まあ、今回スケジューリング後であの画面にも出てますけれども、まあ、パンフレット上の画面でもまあ言いたいなと思ってるんですけど、まあ、こういう形にしてますね毎年ね1回目総合会ってい入れてたんですけど今年ちょっと総合会っていうのを最後に持ってきていましてでまずはこれもしっかりやっていただこうという風に思ってます。で1回目から5回目についてはまず1回目の日はですねだからこれもの説明をしていきますどんどん。 これもの説明をしていってで2回目の時にその1回目でやった範囲の問題を出します中からこれ物の中からそれをそのまま書いていただくという形でだからそれを皆さんはあの覚えてくるなりしてきてればいいということになります。で1回目であのここですよこういう問題ですよっていうのを説明してでそれを次の回で書くということになりますね。 1>, だから1回目でやった内容を2回目で書く2回目でやった内容を3回目で書くという形で、えー、と毎回毎回ですね、まあ、家でやった内容を反復していくということになるかなと思います。 まあそういういスケジューリングです、ね、を組んちょっとこの回どおりか一応まあこの回通り今年は行きたいなと思って一応例年は私のゼミとかって結構あの科目あまり気にしないというか結構変わったりするんですけどゼミっていうのは、まあ、あのケースバイケースで書いてるんでただまあ今年は、えー、とまあこれもの問題さから考えると多分この通りになるんじゃないかなと思ってますねもしかしたら特許がちょっと押しちゃうかもしれませんけど、はい、ただまあ,あの一応この範囲で説明をしたいなとまだ説明をして で次の週は、えー、最初に問題は解いてもらってでまた解説をしてと、まあ、やるかちょっとまあそこは最初にも解説をして最後に問題を解くかはちょっとま,あケースあのまた考えますけど、はい、一応そんな形では考えているということです。 だからまあ先ほどちょっとお伝えしたように、まあ、今回、ここですね家庭学習でやっていただくところでこれもあの活用していただきたいり家でなかなかと人でやるとねうまくいかないですから、まあ、こういうゼミでねあこの範囲をやらなきゃということです。で一応まあお休みされた場合はあのご連絡をいただければあのいつもゼミって私自分で IC レコーダーで音声を取ってますからあのその分の音声を渡しすることはできるんですけどそこまでですかねできるのは、ね。はいといととうことでまあ、まああの極力 あのお休みしないでいただくのが一番ありがたいんですけどまあまあ10日とかねあれ10日とかだよねこれねうんあのお盆とかね17度とか入ると、まあ、場合によってはねあの実家に帰んなきゃいけないとか、ね、家族のためにってあると思いますからまあそれはやむを得ないなと思ってます、はい、やむを得ないなと思ってますので一応ゼミの日程的にはこんな感じですでまあちょっとうんと 10日か17が結構皆さんお休みされそうなんですけどまあできればこの辺で一旦あの懇親会をしたいなという気持ちはあるんですけどね10日か17か、まあ、24かわかんないですけどまあちょっとまあちょっと31だとね 最後なんかあの最後だけだと寂しいですから。まあちょっとせっかくなんでね。まあ、ちょっとあのお互いどんなね。勉強してるのかっていうのをまあ、話をするとね。いいんじゃないかなと思いますので、一応まあその辺であの懇親会をちょっとしたいなという計画は勝手に立っております。はい、ま、またあの27日の時に皆さんに聞きたいなと思ってますのでね。はい。うん、で、えっ、ー、とまあ、最後になりますけれども。 エルああゼミ秋ゼミとの関連性というところでもう一個ちょっとお話をしておきたいんですがえまあ結局論文をするに合格するために力というところを考えていただきたいと言った時に夏と秋のゼミって私はどういう使い分けをしているのかというと夏に関してはまあ点数を取るための論文の書き方をやりますということです中心で論文これも土台学習とでこれはもう共通なんですよ秋でも。 論文を取るためで例えば秀干狩り理論とか私のテレ取ったことある方ねご存知だと思いますけど秀干狩り理論だったり、ね、保険論点を、ね、しっかり抑えるとかっていう話があるんですけれども、まあ、そこは共通です。で夏詰みもあの最後のの総合会ではその話をしようと思ってます、うん、ただその後ですね論文語レモンについてはあのー、これは一つ一つのパーツの学習になりますのでここについては夏摘みはきっちりやります。 た秋のゼミではもうこれやりませんので、やらないと何かって言うと、あのこれは学習シートっていうのは一応あのゼミではお配りしてるんですね。あの、この範囲で勉強しましょう。っていうのがありますので、一応そのまあ1週間の学習計画の中ではあの入れてるんですけど、まあ自習扱いになりますね。ま、あのそうなんですけどで、秋ゼミの方はまあ具体的な問題を使った項目を挙げる練習ですね。だうん、長崎で答案構成という形になっていくのが秋ゼミということになります。 でちょっと今年に関しては、まあ、この,あの夏ゼミがちょうど終わるタイミングで秋のちょっと講座というのをあの私の方がまあ担当させていただく予定で,でそちらに関してはあの、まあ、例年、ちょっと担当開放という形であのやらせていただいた講座をもうちょっと <laughs> パワーアップする形であのまあ即終でですね担当の棒の内容を一気にやりましょうという形でちょっと秋の講座ということでやらせていただくということになっています。だからああのまあ 今年はちょっと2つあって夏ゼミで見ればベースを取っていただいて、まあ、その後どうしようかなと、まあ、今まあ担当の基本的なところというか担当の知識はしっかりやった方がいいなってことであればその秋のですねあの即週の講座っていうのを取っていただくっていうのも一つの手かなとでその中ではまあ論文に関してはまあフォローしていくというような毎週論文を書くとかっていうわけではないんですけれどもやっぱり基本的な条務の知,か知識をしっかりしていただいて。 ただ特に学習経験者の方はさっき言った論文コレモン論文コレモンとかもそちらの講座でもあのお配りしてますので論文コレモンについてはこのスケジュールでやりましょうとかそのような毎週のスケジューリングは出そうかなというふうに考えてますでそういうことによって、まあ、あの秋の講座に関しては、まあ、多分本当のね初めて勉強するよって方もいればいや私も実はね勉強してますよっていう講座の方がいらっしゃるんですけどただお伝えすることって一緒なんですよ。私の中ではあのスマートコースも実は担当会放って去年やってた講座もゼミも言ってること全部一緒なんですこれ。 うん、だって関係ないもんだって試験1個なんだからそうでしょ1年目の人だからここまでやってください3年目の人はここまでやってくださいってそういうのはないん、うん、分かる知識は同じなの、うん、ただ見せ方は違うかもしれない見せ方は違うかもしれないんだけどただ私はあの別に3年目の人だから <coughs> 難しく見せるかといったらそれもしないんですだから担当解放とかね <laughs> 結構去年のスマートの入門生とかっていうのは担当試験終わった後に聞き直すとまあ,あの今結構 個別相談とか学習相談の話をさせ,てさせていただいたんですけどやっぱり非常に多かったのが、まあ、担当試験ダメだったので、ね、入門講座をもう一度見直したらあここで言ってたのかとか担当会話の講座を見てみたらあここの説明だったのかって今分かりましたっていう方やっぱいらっしゃるんですよ。言ってはいるんです、うん、で実はそんなに私は変わんないです。うん、あの中上級生っていうかね経験者だから判例のことをガンガン言うからさ私は判例言わないですし、うん、あのねあんまりアプローチ変わんないんですよ私の,勉強あの指導の仕方って。だって試験1個なんだもん。 うん、なんでだ逆を言うと自分はあのもう3年目です4年目ですとだから難しいことをやりたいんだと言うと結構私の講座って物足りないとねあなの,なの知ってるよってなるんだけど基本ができてないからやっぱり成績取れないりですねだからまずは試験に出る範囲をきっちり抑えていただくということが大事。 だから夏ゼミの目標としても、はい、まず1つ目初心におけるキーワードの抑え方をどう抑えればいいのかっていうのを理解してほしいそれが2番目担当試験での理解度をしっかり押さえるまあ担当の話もちょっとしますので担当試験ではどこまで学習すべきかっていうのをやっぱりしっかり押さえるということが大事あの私よく言うのは便利試験は勉強じゃなくて仕事だって言ってますねうん便利試験に合格するってプロジェクトですからそのプロジェクトを成功させるための仕事だと割り切って学習していただけるといいんじゃないかなと思います そして特に論文でやってる方、論文組ですね担当メンション今年担当かりましたと、うん、いう方は当然キーワードを押さえることによって口述対策もあります口述対策としての必須のキーワードを押さえられるようにやっぱり特に口述なんかは丸暗記ですと対処難しいですからキーワードをしっかり押さえるというその意識ですねどこに点数があるんだと何が重要なのかでそれというのが実はそのキーワードの見分け方というのが合格後に役に立つです、うん、結局情報なんかどんどん忘れてくからね だってもうさ、老い言うじゃない、論文組がさ、いやもう担当に、ねえ、去年、今年受けてないから忘れましたってさ、受かったらどうするのって話よ。そうでしょだっ <laughs>、ね、それはいいけどさ、それはでも受かった後に、もう弁護士になったら、全部の法律を知ってるっていうのは前提なわけですよ。いや、もう当分困りますと。いやでしょ、免許取ったの10年前だから信号も覚えてませんって。いやーね、これ黄色とか覚えてないっすよって。この赤いマークなんすかみたいなね。そんな運転手ったら嫌でしょ。だめなのよ、それじゃ。うん。だからそれはでも ね、確かによく分かんない標識というのがあって見慣れないのは忘れたえするかもしれないけどね、うんまあ、よく私ガイダーズなんかに言うねじゃあ,あの自動車が牽引している時って速度何キロになるのかって話これ実はあるんですよね法定速度60から変わったりするんですけどそんなことは普通覚えてないですよ、うん、なぜかさふだ使わないからいいんですよそれでさっき言ったように一方通行の標識とかね進入禁止のマークは分からゃええわけ、うん、だけどやっぱり細かいところともかくベースは覚えてなきゃいけない。 理解しななきゃいけないけまさに便利子も一緒で細かい知識まで覚えてる人じゃないんだけど格の部分は覚えてななないいと仕事にならないそれは自分が特許やってるからって言っていいのはそれはあの受験生の間だけ受かってしまった衣装は便利子として肩書きを持ってるんだから普段特許をやってる人でも意証商標が最低限分からなきゃダメです。っていった時にそれをどこを抑えるかっていったらそれが実はキーワードにつながるとこなのだからそこが見極めるようになったってことでやっと合格していいですよってことになるわけ。うん だからそういった意味では皆さんにねぜひその力を早めに身につけていただいて一日でも早くね一、まあ、日とかも無理ですけど一年でも早く合格していただけるようにね少なくとも今年ね、もし論文を受かっていれば口述でがっちり合格できるようにねもしかに残念な結果だったり今年はね担当がダメだったよって方も来年こそは担当論文口述と一気にね合格できるような形で勉強を進めていただければねその 土台になる鉱山になっていたなあのきっかけになっていただければ非常に有効活用できるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、夏はね暑いですし、まあこういろいろペースが乱れがちだねあの時期ですよね。でも若い時と違ってよし夏だそうぶそというよりかはもう暑くて暑くされたというふうになりがちな季節でね。どちらかというとプラスよりかマイナスに行ってしまうことが多い季節ですけれども、その暑さを吹き飛ばすようなね形で頑張っていきましょうね。 僕と、ね、新宿で一緒に頑張っていきましょう。はい、というところでじゃあ今回ね、えーまあ、ガイダンスということで終わりにしたいと思います。まあ、あのもしね全非出ない方も今ちょっと今日の話を聞いていただいてこのん,んかこう論文のね、まあ、きっかけというかあ論文の学習の仕方っていうのはそういうスタンスなんだなっていうのを、まあ、ご理解いただければあの非常にね参考になっていただいてればありがたいなと思います。 はいえー、というところでじゃあ今日のガイダンスはこれで終わりにしたいと思いますじゃあ、ね、夏ゼミあのステップアップゼミね参加される方は一緒に頑張っていきましょうということで今日は終わります皆さんどうもお疲れ様でした頑張りましょうね。さよなら